今回はワールドスターの残りの選手の組み合わせ予想をやっていきます。以前もやってたと思うが、またやるのか？以前、こちらの動画で同じことをしました。あ、これだ。この動画の中で投手大谷選手、吉田選手、千賀選手の3人が最後に来ると予想しました。ワールドスターの最後は新シリーズが近いから、今更4400の選手を取ってもとか偉そうに言ってたくせに大外れだったな。新シリーズに向けてエナジーを貯めている人が多く、スカウトを引く人が減ることからこの3人が来ると思ってましたが、12月15日に吉田選手、千賀選手のメジャー1年目コンビが来ましたね。本当前の予想ってのは当てにならないな。返す言葉もありません。これにより、残すは投手大谷選手、打者大谷選手、ダルビッシュ有投手、菊池雄星投手、前田健太投手となりましたが、どのような組み合わせになるか考えてみましょう。今度外したら容赦しないぜ。次回2人、最後に3人登場するとなれば、どの組み合わせでも日ハムが被る形になります。2-3で分けた場合の考えられる組み合わせはこのようになります。例えば次回投手大谷選手と菊池投手の2人が来れば、残りは打者大谷選手、ダルビッシュ投手、前田投手の3人で日ハムが被ります。確かにどの組み合わせでも被っちゃうな。次に、2-2-1の順で、最後にダルビッシュ投手が来ると仮定すると、最初に打者大谷選手、前田投手、次に投手大谷選手、菊池投手、最後にダルビッシュ投手といった感じで、日ハムが被らずに出すことはできます。しかし、最後にダルビッシュ投手が確定で来るとは考えづらく、仮に来たところで、すでにセレダルを持っているからいらないという人も少なくないと思います。2023のセレダルを持ってる人はいらないだろうし、2020を持ってる人からしてもスピ解放して使い続けるだろうしな。まあそもそもコナミが確定で出すようなことはしないだろうな。確定で出すことは非現実的な話なので、2-3の順で登場する前提で話を進めます。この組み合わせの中からどのような選出になるかですが、まずそれはないだろうというものがありますよね。コナミがそんなことするわけないってのがあるよな。答えはダブル大谷選手が同時に出るパターンです。4パターンがそれに該当しますが、普通に考えれば、まずダブル大谷選手を一つのスカウトで出すようなことはしないはずです。コナミにとって得策ではないからな。欲を言えば、最後にダブル大谷選手とダルビッシュ投手の組み合わせで来てほしいけどな。実現すれば激アツなのは間違いないけど、まあまずないでしょうね。ですよね。ダブル大谷選手も候補から外すと、残すは必然的に投打どちらかの大谷選手とダルビッシュ投手を含む組み合わせになります。その組み合わせは6つ存在します。このうちのどれかが考えられるわけか。では最終的にどの組み合わせになるかですが、私はまず投手大谷選手と菊池投手が出て、最後に打者大谷選手、ダルビッシュ投手、前田投手の3人が出ると予想します。ズバリ理由は？確実に日ハムの選手が取れない組み合わせにしてくるのと、花巻東コンビは出してくると思ったんですよね。打者大谷選手と菊池選手の組み合わせじゃない理由は？これまで3人同時に出たケースは4度ありますが、全員投手だったケースは1度もありません。これは驚いた。こうした過去を踏まえると、今回も投手2人、打者1人の組み合わせになると思います。それであの3人と予想したんだな。まとめると、第3弾は投手大谷選手と菊池投手、第4弾は打者大谷選手、ダルビッシュ投手、前田投手になるというのが私の予想です。今度こそ的中してほしいぜ。いかがでしたでしょうか？割とありえそうな組み合わせになったと思っています。まさか高確率で日ハムが被ることになるとはな。今まで日ハムのワールドスター選手が被ったことはないから、2023シリーズで初めて被ることになりそう。ダルビッシュ投手1人を最後に出さない限りは被るだろうな。予想が当たることを願って今回の動画を終わります。外したら容赦しないからな。チャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。それではここまでご視聴、ありがとうございました。